少しでもアルキメス計画貢献できるようにこれからの訓練も頑張っていければなというふうに思っております。道のりは簡単ではないです。しかし可能であれば私が月に行きたいなというふうには考えています。はい、よろしくお願いします。今日はお集まりいただきありがとうございました。合格の連絡をもらったのがだいたい24時間前なんですけれども、まず最初に驚いたっていうのと、大きな責任を負うことになったんだなっていう感覚を持ちました。でこの24時間、昨日も実はあんまりちょっと気持ちが高ぶってあまり寝られなかったんですけれども、今後大きなキャリアシフトになっていくんだなって、しっかりと仕事をしていかなければいけないなという思いを強く持っているところです。一番最初はまず喜びと同時にびっくり驚きというところがありました。でその後ですね、やはり選んでいただいたっていうことに対する責任感、使命というものを感じて、かなり身が引き締まるような思いがしました。はい、ではこのまま、続いて真ん中のムービーカメラお願いいたします。はい、諏訪さん、手の位置バッチリです。ありがとうございます。陸面には降りたいと思ってますか？そうですね、可能であればもちろん大変なこともたくさんあると思いますし、道のりは簡単ではないです。しかし可能であれば私が月に行きたいなというふうには考えています。